体、この夫婦は、どうなっちゃうの？元 AKB48 の女優、前田敦子、28と、俳優、勝地涼、33、夫妻が別居していると、週刊誌、女性セブンが報じた。昨年3月に外遇主となる男児を設け、幸せ絶頂のはずの夫婦に、何が？同氏は、松竹が、日本テレ系ドラマ、派遣の品格の撮影を終えた後、引っ越したばかりのタワーマンションではなく、車で20分ほど離れた別のマンションへ帰宅したと報じている。気になるのは、二人の左手薬指から結婚指輪が外されていると伝えられていること。双方の所属事務所は、松竹には仕事部屋があると聞いておりますが、プライベートは本人に任せておりますと回答している。同氏によると、妊娠してから、松竹の切りが遅くなった際、携帯に電話をかけ続けたりするなど束縛が激しくなっていったという。昨年5月の週刊、文春では、路上で前田が松竹に切れて睨みつける路上喧嘩の様子がスクープされた。実は、昨冬からたびたび夫婦仲の危機が噂され、複数のメディアが離婚か、と裏取りに動いていた。この二人は友人であった期間もあっただろうが、交際からわずか4ヶ月のスピード婚。相手のことを全て知るという時間もない状況での結婚な上、今回の状況を鑑みると、離婚秒読みかと思ってしまう。だが、周辺からは、このまま離婚の黄色信号が続くのでは？という声が漏れ伝わってくる。前田は、独身時代から、感情の起伏が激しいことで知られ、自分でもすぐにパニックになる性格と認めている。松竹を含め恋愛時代から相手を束縛しがちで、携帯に電話をかけ続けるのは通常運転。周囲がドン引きするほど大喧嘩をし、相手を罵倒して別れる。と宣言した翌日、ラブラブだったりしていた。周囲は、ですが、これが前田敦子なんですよ。ドラマ関係者。前田は今年1月、出産後に女優復帰した際、松竹についてすごく協力的に育児に参加してくれて、3日間撮影が詰まっていたら3日間全部見てくれて、改めて感謝ですねと明かしている。正直で素直な前田にとってこの言葉は偽らざる気持ちだが、育児への協力に不満を持ってしまうと、抑えきれず、感情を爆発させてしまうことも多かったという。出産前から夫婦喧嘩が多かったようですが、明るい性格の勝地は引きずることがなく、仲直りのきっかけを作っていてくれていた。育児中も喧嘩は絶えず二人とも周囲に愚痴をこぼす毎日ですが、こうした夫婦も多いのではないでしょうか。実機は、別居は、松竹が出演中の派遣の品格の撮影に集中するためでもあるとか。セリフを覚える時間なども必要でしょうから、全道。女優として活躍する前田も、松竹の仕事に対する気持ちや考えを理解し、仕事部屋を持つことには同意しているという。不倫で別居というわけでもないし、少し距離を置いてみれば、お互いの存在の大きさに気がつくこともある。アイドル時代も、精神的に追い込まれると、パニックになり、高橋みなみがなだめて落ち着かせていた。ドラマが終了し、松竹が前田と向き合う余裕ができたら仲直りするのでは？と二人を知る芸能プロ関係者はゴール。今回も、夫婦の絆を深める出来事なのかもしれない。